80歳 YouTuber マダムミチコの魅力革命ライフ、ここのところずっと魅力学の法則をお話ししておりますけれども、まず美容でしょ、ね、顔を中心にして、それまあ本当のことを、本当のことってね、顔って言っても男女も共にですよ、ね、年齢も何も超えて顔っていうものから、魅力ってやっぱり発揮しているわけですよね。それからただ黙ってふんってしてたんじゃ、それこそね、何考えてるのかわからないってなりますから、表情ですよね。そして着ているものですよね。次に何かっていうとですね、これが最初にお話したように品格を高めるって、お話ししましたけど、品格っていうのもの、品格とはって言われるとね、1冊の本、2冊の本って書かれている大先生もいらっしゃるように、なかなか一言では説明しにくいんですけど、私は品格ってまずきちんと挨拶ができることじゃないかといつも皆さんにお伝えしています。まず、ありがとうございます、もうこれはね、ありがとうございますがいかに大事、人とのね関係性を高める意味でもありがとうございますっていうことを、まあ、自分で習慣化することにっていうことと、から物を頼んだりする場合にはすいませんが、ちょっとそれ取ってよっていうのは、すいませんがそれ取っていただけますっていうのでは、やはり品格が違ってまいりますよね。だからありがとうとかすいませんとかね、素敵ねとかですね、そういうものの中でやっぱり圧倒的はまずありがとうがきちんと言えることじゃないかと思いますね。でそれを伝えるには、先に伝えた表情の中でも言いましたけれども、ありがとうありがとうありがとうっていうのよりも、ありがとうございますありがとうとか、まあよくね新人研修で、そういう言い方を頭の角度何度とかって、基本的な練習しますけど、これ結構大事です。私も随分ね新人研修をやってまいりましたけれど、このどのような時にどのくらいの頭の下げ方でっていうことは、日本の人の美意識の中にはすごくありますよね。で海外に行くとね、まあ握手だとかもうハグだとかって言いますけれど、私も若い頃は海外に行った時にすごく頭を下げて、なんだかそんなに頭を下げる必要ないって言われたんですけど、でもやっぱり日本人としてね、どうもありがとうっていう、サンキューベリーマッチっていうね気持ちを込めてしてるわけだから、別に劣等感も持たなかったですね。あなたたちの国と私たちの国の挨拶は違うけど、そしてその国のおうっていうハグもやりましたし、握手もだんだん大胆にねできるようになりますけど、基本は、自分の生まれた国のねしっかりしたマナーを身につけてないと、他の国のマナーもね知ることができませんですから、やはり礼節を保つ、礼節を知る、お行儀の良い何ですか表現力を持つっていうことが、これがやはり品格を磨くということで、私は礼節ってすごく、元来はね礼節っていうのは、礼儀っていうのは目上の人に対しての、まあ、構えというか所作だったんですけれども、それが日本人として、受け継がれていることが、まあ、おもてなし精神とかですね、相手を敬うとか、しかしそれでも凛としていられるっていう意味では、私は礼節を知るっていうことはとても大事な魅力の一つではないかというふうに考えております。どうもありがとうございました。